ホクホク DVD、 ホクホクキャッチャンズブロー、ニクラブという作品を見まして、映画を作りたいと思って、ようやく一本映画を作りました。日本映画ではもうベテラン の、 一流のスタッフの方に恵まれて、上映終了後、主演の白波瀬カイラさんも参加してシンポジウムを行いますので、あ、すみません、先ほどのセシウムと少女の主演の白波瀬カイラさんが、来てくれました。ちょっと遅くなっちゃったんですけど、映画はどうでしたか？オーディションを受けた時、まだ事務所に所属してから1年も経ってなくて、演技も何も分からずに夏休み全部使って撮影したんで、すごい濃い夏休みだったし、高校2年生でした。で、もうちょうど1年が経つんですけど、今でも忘れられない映画となっています。で、結構難しい映画だと思いますが、2回見て理解してください。今回はありがとうございました。どうもありがとうございました。盛大な拍手をお送りください。パパ元気ですよ。サーフィン行ってますよ。行ってるの？はい。とても心地よくて、もう一回どころか何回か劇場に駆けつけてみたいと思っております。こういう気分になったのはスタンリー・キューブリックの博士の異常な愛情、または私はいかにして心配するのをやめて水爆を愛するようになったか以来です。本当に魅力たっぷりで、で初監督なのにやっぱり加藤さんはじめすごい優秀なスタッフが疲れてて、岡本映画のような見せ方も大林映画のような見せ方も全部できる、もう完全プロの仕事ですっごく安心して見れました。それでテーマはやっぱり人間、我々人間が一番大切にしなきゃいけないのは水だということですよね。それ大変に通して映画に対する愛情と、人間が生きていくための愛情みたいなことをすごく感じられて、今日本当に見せていただいてよかったです。それでもっと本当に広めていかなきゃいけないなと思いました。ありがとうございました。絶賛